ウォーソーはアメリカ合衆国のイリノイ州、ハンコック郡にある町である。イリノイ州西部に位置する。2013年の調査で人口は1561人。1814年後に大統領となるザカリー・テイラーがミシシッピ川東岸、デモイン川川口向かいに軍事要塞ホート・ジョンソンを建設した。これがウォーソーの始まりである。ホート・ジョンソンは 数週間使用された後に焼却された。その一年後の1815年には、その後地の近辺に、ォートエドワーズという新たな軍事要塞が建設され、それ以降ウォーソーは、毛川貿易の重要な拠点、イリノイ州北部では最も初期のアメリカ人入植地の一つとなった。1840年代、ウォーソーは、ナブーその他、ハンコック軍拡地における、 モルモン教徒の入植への反対運動の中心地であった。トーマス・ C ・シャープが編集していた、ウォーソーの地方紙ウォーソーシグナルは、イリノイ州西部における、モルモン教徒たちの入植、開拓に対し強く反対していた。この間、ウィラード・リチャーズに率いられた、モルモン教徒たちは、ウォーソーのすぐ南側にも、入植地を築こうと計画していたが、地元住民の反対を呼びその他の、 問題によりこの計画は中止された。ウォーソーは歴史ある店が多数残されている保存状態の良い繁華街で有名である。1861年にドイツの移民によって設立されたウォーソー醸造所は1971年に一度生産を終了していたが2006年にバーやレストランとして改装され再び運営されている。ウォーソーは北緯40度21度 成形91度26度の地点、イリノイ州西端のマイヤーの近くに位置している。2010年の国勢調査によれば、ウォーソーの総面積は19.34平方キロメートルであり、そのうち陸地が全体の87.29%にあたる16.89平方キロメートル、水面が全体の12.71%にあたる2.46平方キロメートルである。 2000年の国勢調査では、1793人、726世帯、及び500家族が在住しており、人口密度は271.0平方マイルであった。807の住宅が、1個あたり平均で122.0平方マイルの間に開在していた。人種別に見ると、白人が98.77%とほとんどを占め、 アフリカ系アメリカ人が0.11%、ネイティブアメリカンが0.17%、パシフィックアイランダーが0.06%、その他が0.73%となっている。また、26世帯のうち32.5%が18歳未満の子供いる世帯であり、58.0%が夫婦で生活している世帯、8.5%が未亡人の女性の世帯。 31.1%が非家族世帯だった。全世帯の27.4%は独身世帯であり、15.2%は65歳以上の独身世帯だった。平均の世帯規模は2.47人であり、また子供の平均人数は3.02人だった。都市部の人口は18歳未満が26.0%、18歳から24歳。 までが7.7%、25歳から44歳、までが25.8%、45歳から64歳、までが24.8%、65歳以上が15.6%であり、年齢の中央値は39歳だった。女性と男性の比率は1、0.981であり、18歳以上では、1、0.953となっている。 都市部の一世帯ごとの平均収入は3万5000ドルドルであり、そのうち1家族あたりの平均収入は3万9808ドルドルであった。男性の平均収入が2万9770ドルドルであったのに対して、女性の平均収入は2万39ドルドルと下回っていた。また、全家族の約6.24%及び全人口のントの収入は、 貧困線を下回っていた。その中には18歳未満の9.9%や65歳以上の7.2%も含まれていた。ありがとうございます。